ーっとするのが好きだったというアルパークのトンネル型水族館です。はい、私と同じようにショッピングの合間に楽しんだ方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、残念ながらこの水族館来月の1日で閉館することになったんです。はい、魚たちは一体どうなるんでしょうか。石原アナウンサーに伝えてもらいます。石原さん、お願いします。私もですね、ここで先ほどからぼーっとしてるわけなんですよ。もうね、魚たちの優雅な泳ぎの中にですね、こんなところにフグさんがいるって、そういうわけじゃないんですけれど失礼いたしました。すごい笑いすぎですよね。まあ、こちらの水族館はですね、アルパークの中にありますアクアアベニュー、まあ、ご覧いただきましたようにトンネル型の水族館になっておりまして、この全長が50メートルあるんですね。この50メートルという長さは日本一の長さなんですね。そうだったんですね。はい、まあ、残念ながらですね、先ほどもありましたように来月1日をもちましてアルパークのね、閉館もあるということで、閉館にですね、改装もあるということでここ閉館になるわけなんですけれども、はい、この中にはですね、およそ60種類、そして、4000匹のですね、魚さんたちが泳いでるわけなんですね。本当ね、今日も日中からですね、いろんな人が訪れておりまして、もうこの閉館をですね、名残を惜しむという感じなんですけれどもね、こちらにもね、いらっしゃってますけれども、こんにちは。こんにちは。水族館好きですか？うん、好き。お魚さん大好き？うん。どれかっこいい？その辺にいる？あれあれ、その辺に泳いでるやつでしたけれどもね。お兄ちゃんもよく来るのかな？あ、時々来ます。結構大きな魚いるけどびっくりしなかった？最初の頃。最初の頃はびっくりしました。ね、この水族館なくなっちゃうんだけど寂しいです。ね、本当にこういうふうにね、寂しいという声がですね、今日いろんな人に話聞きましたけども多くありましてですね、それでもですね、こうやって訪れる人たちも寂しいだけれども、この人ももっと寂しいんじゃないかという方を、今日ご紹介しましょう。もう子供の以上にきっと魚を可愛がってただろうと思いますが、松村館長です。どうもこんにちは。どうですか、このだんだん時期が来ちゃいましたけど。そうですね、やはり寂しいですよね。まあ、なんかこれをずっと8年間、維持してきた中で苦労とかありますか？やっぱり一番印象に残ってるのはオープン前の忙しさですね。オープン前3週間前から魚を入れ始めたんですけども、もうその時は夜昼ぶっ通しでですね、魚と海水をもう運び込んだのが今ではもう懐かしく思い出されますね。まあ、その会あってこのね、とっても子供さんたちに可愛がってもらえる水族館になったんじゃないですか？そうですね、潜っている時なんかですね、子供さんたちが手を振ってくれたり、こちらから手を振り返したりですね、またじゃんけん遊びをやったり、楽しかったですね。本当ね、皆さんが本当にじーっと見てるというそんな感じの、ね、場所になってましたよね。笠間さん。石原さん、はい、スタジオのフグです。はい、お兄さんですね。実はですね、私がぼんやりと眺めていたというのはですね、はい、タイとかね、いますんで美味しそうだなと思って実は眺めてたんですが、残酷なこと。食べられる魚多いですよね。はい、魚たちは一体どうなるんでしょうか？どうなんですか？はい、一部はですね、尾道の境ヶ浜マリンパークさんに引き取っていただくことになるんですけども、大半のものはふるさとに当たるんですけども、愛媛県の西海町の沖合の海に運んで放流してやることになっております。ね、そのね、ふるさとの海でも元気に元気にね泳いでくれればいいですよね。そうですね、きっと元気でいてくれると思ってます。はい。